ケイチョンチャンネル、ケイチョンチャンネル始まるよ。パラッパラー、パラッパラー、ラーラーラー、いや、はい、はい、なんと今回ケイチョンチャンネルに変わりまして50回目のスペシャルケイチョンタイム、ありがとうございます。これも本当にね、見てる方々のおかげでございます。いっぱいコメントの方も目を通させていただいております。はい、俺がクズみたいな感じの時も支えてくれる方々もいたり、本当罵声じゃないですけど、まあ、それは罵声という捉え方をしてるんではなく、まあ言ったら私に対しての指示、強制をしていただいてるんだというふうに受け止めておりますし、パスタ美味しいよっていうのもたくさん、ちょっとやってみましたっていうのもありますし、いつも変わらない太った山本さんのままで、ケイチョンのままで、本当にそのままのケイチョンでいてくださいっていうコメントも読めさせていただいております。そうですね、ありがたいです。ありがたいですね。でね、いろんなところで、どんなところで見てますかみたいなのをお寄せいただいたじゃないですか。ありましたね。ね、なんか結局ね、いろいろ集計したらやっぱり都内が多いのは確かだったんですけど、埼玉が多かったりとか、北海道が多かったりとか、多かった、名古屋も多かったんですよ ね、 すね、意外と。ただね、ちょっと私の中でね、やっぱり広島というキーワードと、そして宮崎というキーワードが若干少なめだったなって、はい、海外の方もね、うん、結構おられたんですよ。本当か嘘か分かんないですけど、うん、そうですね、そういうのもあったんですけど、うん、ね、ケイチョンチャンネル見ていただいてるというのもね、分かったんで、やっぱり今回ね、で、いろんなコメント欄をたくさん読ませていただいている中で、コメントの中でも多いやつ、多いっす、なるほどね、多いのに私は答えようと思っております。ということで早速行きましょう。はい、行くんですね。はい、なんかサラリーマンというか学生というか、これは清掃です。あ、これ清掃なんですね。はい、あはは、ちゃんと清掃で、あはは、はまずケイチョンチャンネルが今回で50回の記念スペシャルなんだよ。ありがとうございます。知らないよ、50代 YouTube。 今回ケイチョンチャンネル50回のスペシャルです。ありがとうございます。知らないよ。まずは本当いつもお世話になってるから水を一ケース。なんでよ、もう本当寝てたんだって。俺本当寝てるんだけど、それ悪かった、その分も重ねて謝ります。で、水の方受け取ってください。ありがとうございます。いつもお世話になってて。もう本当に、もうオタクの番組さ、俺もう本当やだよ。飲みますか。何をよ。水。水なんかじゃないよ、そんなの別に。はい、水で、まずは乾杯しましょう。本当に水だ。何なんだよこの女。いや、いつも本当に本当にこの間も言ったろ、うん、俺、うん、なんかするんだったら連絡起こせって、うん、はいはいはい、内容も全部言えって。うん、何をだろこれ。いや、だから50回記念のスペシャルです。今回はいつもありがとうございます。いやいや、あのね、
ちょ、ほんとオタクの番組バカだから一回教えてあげるけど。乾杯。連絡してないですか、今日も。連絡してないです。あ、してないんだ。してない、 お前バカだな、毎回、おい。え、あの、してるって何度か聞いてたんですよね。まあ、ご近所だから、うん、その辺はさ、まあ、なんだよ、そのシャツパンパンにして。いや、だから、今回は、このシャツ今回は、いや、ちゃんと清掃で、今日はちょっとね、50回記念っていうのもあって、うん、マッコイにちょっとお願い事があったの。何、俺やだよ。なんで。いや、やだよじゃないよ。なんだよじゃないよじゃないよ俺ほんとやだよ、まあ、ディレクター言ったじゃんだ、松本くんさ、うん、だそういうさ、うん、めちゃイケで教わったさ、連絡しない方が面白いみたいな、やめて。あ、すいません。俺はなんだったら松本ディレクターの方から、うん、あのマッコイさんち、行きますよみたいなのが俺あったのかなと思う。いや、何こんな、いつかもしれませんみたいな、シャツをここまでしてポッチャリさせて何しに来てんだよ、50過ぎのおっさんがさ。じゃあ人んち勝手にまたピンポンピンポンして、俺何かと思ったよ、ガン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 言うから。本当にあんなインロックしちゃダメでしょ、入れないから。いや、俺だって何かあったらどうする、お前一人でいるんだからさ。俺これから会議だから、別にこれガンチャンってやる。いや、お前が一人でいてさ、じゃあ仮に中で倒れてどうにもできない時ってもう俺しかいないんだぞ、うん、さあインロックしてたらどうするんだよお前。いや、インロックする必要あるのか。なんだ、うるさいなあ、静かに入れないだろ、ガチャガチャやったら。いやいや、だから静かにしてよ、恩人だぞ。いや、恩人じゃないなこうやって何の恩人なんだよ、だから。命の恩人だよ、恩人。いや、だから今回はもうちょっとね。何すんだよ。いや、もう本当、お願いしたいことがあるんですよ。なんだ、俺やだ。俺本当にやだ。いや、本当お願いします。マッコイさん、ケイチョンチャンネルのレギュラーになってください。お願いします。俺絶対やだよ。俺こんなクソみてぇな YouTube のレギュラーなんかなりたくない。俺そんな嫌だ。男ケイちゃん。いやいや、ほんと許してください。いや、まあ本当に許してください。いや、ほんと無理です。もうほんと勘弁してください。いやだ、いやだ、俺こんな今ね、こんな番組出なくない。お願いします。勘弁な、出なくてください。いやいや、ほんとに嫌なんですよ、山さん。ほんとに嫌だ。出なくない。出たくない。俺の音楽者ですから。いや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 、頭上げてください。いや、頭上げてください。頭上げてください。いや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 、いや、なんか本当にお願いします。もうあのね、ケイチョンチャンネルのコメントをいっぱい見てたら、もう本当マッコイさんレギュラー化お願いしますとか、もう週1でもお願いします。とにかくマッコイの会、神会みたいなのが多いんです。助けてください。知らねえよ、そんなもん。自分が勝手に来てさ、俺ただ文句言ってるだけじゃん、そんなもん。そしたらレギュラーになったら文句も言えないよ、俺そんな。故郷でレギュラーになりますなんつったら。いや、だから本当お願いしますよ、だから。こんなに言ってんですから。お願いしますよ。なんで俺、ケイチョンチャンネル。お水だってこんなに。なんだよ、これ。足らなかったらまず持ってきますから、お水。俺これ知ってんぞ、なんでこんなにボルビック買った俺。なんで。あんたアマゾンで発注間違えて月に1回ダンボールで届く契約にしてたでしょ。そうなんだ。してたでしょ。そうだ、あれだ、解除の仕方がわからなくて。解除の仕方はこの人わかんねえから、ボルビックが定期的に1ヶ月になんか1箱届く設定で発注してるから、気づくとめちゃくちゃ水と、あと、なんだっけ、詰め替え用のアタックです。詰め替え用のアタックが毎月毎月届くんです。毎月21日になると、えらい数届くんですよ。そうなんだ。これで解除の仕方知らなくて、6ヶ月に1回でいいのに、1ヶ月に1回来るから、仕事も余ったやつだよ、これ。余ったやつじゃないです。美味しいお水です。これも本当お引き取りください。ボルビックは好きだけど、はいはい、じゃいやいや、これで俺レギュラーなんてなれないの。本当お願いします。やだやだ、お願いします。いやいや、本当俺もうこんだけやられてません。俺仕事もあるし、俺やだ、俺だって仕事。こんな嫌な仕事がいてて、俺の方が頭下げてますか。痛い。
俺の方が頭下げてますから、お願いします。本当に俺もやだよ。俺こんなさ、もうわけわかんないさ、もうほんとさ、なんなんだよ。松本くん頭おかしいぞ。お前らほんと頭おかしいわ。これ何笑ってんだこれ。いやいや、だからもう分かった。じゃあいいよ、マッコイチャンネルにしていいから名前。やった。いや、それだったらいいだろ。マッコイチャンネルでいいから、そうしたらやってくれるか。マッコイチャンネルなんてしなくていいよ。別にケイチョンチャンネルって作ったでしょ。わけわかんない、そんなあの YouTuber のなんか売れてるやつにコビ打って名前つけたんでしょ。はじめ社長。はじめ社長だと俺知らねえもん。それでコビ打ってつけたんでしょ。はじめ社長と加藤があのつけた名前だから、それはやっぱりあのマッコイに変えるって俺はもう言ってんだから。あとで、やっぱりあのこれだけじゃあれだから、もうちょっと悪いなと思って。何よ、はい、前回あの失礼なお肉の食べ方したから。どうだよ、4000円するお肉は。お肉ちゃんと。何の肉これ。鶏肉です。おい、これ値段が違うじゃん。430円じゃん。だから2バッグ鶏肉です。俺の4000円だぜ。いや、牛はあの体にやっぱり こっちの方がタンパク質が多いから、こっちお一人ください。いらないよ別に。どうやって量食うんだ。おい、なんだこれ。塩コショウで。玉ねぎと塩コショウが一番いいと思います。あー、俺ほんと俺やだ。俺ケイチョンチャンネルのレギュラーになってなりたくない。俺のだって経歴に、俺意外に華々しい経歴があるんだもん。俺いいじゃん、そこのプロフィールでレギュラーケイチョンチャンネルって書けばいいじゃないか。やだよ俺ケイチョンチャンネルだ。こんなに頼んでたら。うるさい。こんなに頼んでたぞお前。ちょっとさ、もうやだ、もうやだ。なんでこんなに食べてるの。いや何があんのよ。俺ケイチョンチャンネルできるようになって。俺みんなの喜ぶんだよ。みんなの喜ぶ顔見たいんだよ。うるせえな、もうここの何この、もうどんだけピチピチしてんの。戦争じゃないか。ちゃんといつも着ない白いシャツ着て、シャツ着てるんだから、シャツで黒いズボン着たらもうなんか察しろよお前。察しろじゃないよ、知らねえよそんな。もうなんかこういう格好で来てるんだから、戦争なんだからもう察してくれよ。こんな時期に唾飛ばすなよ、人んち来て。それはごめん。さあもう本当に松本君も考えろ少し。もうやだよ、なんで俺が出んなよレギュラーで。まあ、頼めばいいじゃん。女軍団山本いっぱいいるじゃん、面白いの。いや、みんな面白いけど、みんなそれなりに忙しくてさ、頼むご近所なんだから、でみんな遠いから難しいんだよ。いや俺だってもうそんなもう芸人さんじゃないし。なんでお前じゃあさ、竹原さんとチャンネルできるのに俺とはやってくんねえんだよ。俺のが先に言ってんだろ。いや俺は竹原さん、俺ボクシングやってたから、もうすごいあれだもん、尊敬リスペクトしてる人だし。俺同じ広島だぞ竹原さんと。俺のが先輩なんだぞ竹原さんより。広島が生んだ世界チャンピオンでしょうよ。もうあんた広島が生んだなんだよ。言ってみろ自分で。産んでない。何産んでない。工事に迷惑かけてさ、50そこそこまで生きてきて。本当に俺全部言うから工事に。お前本当あいつには言うな。お前な、断ることにそれ言うけど、お前あいつに言うのは本当お門違いだぞ。じゃあ本当だ、山本さん気づいてないと思うけど、喋り方が立川みたいになってきてるからね、だんだんマジで。広島のあのねっつって年食ってきてるな。もう今日それはあのねっつって、正直言あのねっつって、あの立川さんみたいになってきてる。立川さんみたいになって、立川さんが俺みたいになってるの可能性もあるじゃん。このケイチョンチャンネルの立川さんが見られてて。いや立川さんがケイチョンチャンネルなんてこんな。いやもうほんま頼むけ、頼むけ、頼むけ、この暴力。何の違いなのこれ438円と409円って。あのグラムがちょっと違うと思います。鶏肉一番俺苦手なんだよな俺。そんな人いますか。俺鶏肉羽ばたいてくださいっていう意味もコメントるんですよ。なんかコメントこもっとるんですよ。羽ばたいてくださいっていう思いもコメントコメントるんですよ。コメってる、コメントとね。コメントって
コメントるって言われてる人に俺 YouTube 出てくれって言われてるレギュラーでなんでじゃ出れないんだよ。もうバカなんじゃねえなお前ら本当に。なんで出れないんだよじゃあ。お前いい加減しろよ。まあ、僕は頭おかしいのかめちゃイケのディレクターよ。でも僕は反対はしてるんです。そういうのも踏まえた上でマッコイさん本当レギュラー化お願いしますとか、腹かくない人に頼む。かゆいんじゃ腹かゆい。それはそんなさ、こんな時期に長いシャツ着てさ、暑いんじゃぴったりしてくるからでしょ。で辰川さんみたいな喋りして、もう準レギュラー、もう本当レギュラーに近い準レギュラーだからプロフィールに書いていいから。俺やだ、慶長チャンネルで準レギュラーに。だから竹原さんのチャンネルにも出させていただくし。いや俺よくわかんないけどさ、竹原さんのやつってさ、アップするとさ、もう1日で18万アクセス、はい、再生回数とかいくのよ、はい、やっぱヤマさんのはどれくらいいくの1日は。まあ1日で5000とか6000ぐらいですかね。何それ。ん、うんじゃないよ、はい、なんでそれ。そういうのもあるかい、そういう時もあるから。誰が見てるの。でもお前あれだろ、言ったじゃないか、上州屋、渋谷の上州屋に行ったら言われたんだろ。それ言ってやってくれよ。渋谷の僕はね、はいはい、あのバス釣りするから、この間一人で上州屋にサウナをしに行ったんですよ。それバーって入ってったら、店員さんがなんかいきなりえっていう顔したんですよ。俺なんだろう、俺ちょっと柄悪いとこあるからなんかやがられてんのかなと思って、ちょっと顔を見ずに、こうやってすいません、竿をちょっとこれ直してほしいんですけど、って言ったら、かっこいいさんですよね、そうで言ってきたんですよ、上州屋の渋谷の店員さんが。それで、あ、はいって言ったら、今までずっとケイチョンチャンネル見てたんですよって言ってそれでいきなりさっきまで出てた人が今ここにいるから超びっくりしましたよ、今日山さんいないですかって言ったんですよ。ほらね、上州屋行こう。上州屋にいきなりあんたと言ったら怒られるでしょうよ。なんで釣り具買ったんだから挨拶しに行かないと取り肉持っていつよ今度。竹原さんと言ってもあんまり広がらんじゃろ。いやいや、もう竹原さんだって言ったって、竹原さんさ、まあ、本当に YouTube やるんだったらマッコイさんとやりたいって言ってくれて嬉しいじゃん。俺だってあんな憧れの世界チャンピオン、ボクシングやってた人からしてみたらさ、羨ましい。羨ましい。いやそうよね、俺も嬉しいから、もう一つ返事で竹原さんがやってほしいって言うんだったら俺もう命がけでやらせていただきますって言って、がんにもなって克服してさ、やっぱ違うじゃん、人としてのその苦労と器と厚みが、うん、はい、だからなんか俺もすげえ年下だけど、あの竹原さんはだけどなんかもうなんちゅうのかな、かっこよさ感じるよね。全く一緒じゃん、わしも考えとることは。俺もこんだけお願いをしとるんだよ。お前俺の何個上だよ何個上だよ。俺分かるわ、工事が大、お前何個上だ。俺今50だけど2個、2個上だったら十分だよ。俺高1の時高3だろ。お前だったらな、俺の弟と同じ年代なんだから、もっと言うこと聞けや。ふざけんなよこの野郎なあ、こんだけ頼んでんのに。シャツ見てみろ。何だよ、何でもちぎれそうじゃねえ。やかましや、わしこんな頼んどんじゃ。やかましや、2個上の先輩がこんな頼んどったら、お前もうちょっとお前話聞けや。断る筋もあるでしょうよ。そんなやだもん、そんな別に尊敬もしてねえし、おめえのこと何で尊敬もしないんで。尊敬なんかしてねえよ何一つ。こうじに全部本部腹が立った、腹が立ってきた。あ静かにしろ、静かにしろ。じゃあ待て、何だよ。腹立ってきた。腹立ってきたじゃないよ。ボルビックだよ。こんなよ、なんかお前アホみてえな鶏肉持ってきてよ、レギュラーになってくださいって。な、頭おかしいの？お前ら本当さ頭おかしいの？
ありがとうございました、本当に、うん、じゃあ、いやいや、俺は絶対そんなに俺 OK しないよ俺だと OK しないよ、そんなの。いや、もう本当お願いします。なんだよ、それ、鶏肉何よ、それ。いや、もう、さっき鶏肉もういらないのかなと思って。いや、いらないとかじゃないよ、せっかくだったら置いてきなよ、じゃあ。はい、じゃあ、失礼します。もう本当お願いします。いやいや、ちょっと待てって。お願いしますじゃねえんだよ、俺出ねえぞ。おい、いや、まあ、ほんとお願いします。いや、違う、もう、ま、松本君は出ないからね。これそんなレギュラーって勝手に言われたら俺、嫌だよ。いや、もう、ほんと人んち勝手に来るシリーズとかやめろよ、ほんとに。はい、じゃあ、レギュラーか。ほんとにやめろ。いや、レギュラーなんかならないよ。いやいや、というのもレギュラーだね。いや、お前、知らないよ。すみません、ありがとうございました。俺、絶対出ねえからな。やりましたね。やりましたね。ありがとうございました。思いの丈を伝えることができました。チャンネル登録よろしくね。チャンネル登録よろしく。